じゃあちょっと切っていこうか。どうも、辰巳です。はい、というわけでね、私最近気になっている食べ物があるんですよ。テレビ見ていて発見したんですけど、肉バーガーね。普通さ、ハンバーガーってパンとパンの間にハンバーガーでしょ。じゃなくって、肉とハンバーグとハンバーグで挟まれたハンバーグっていうね、このね、肉バーガーをちょっとね、今回作っていきたいと思います。ちょっと肉々しいかもしれないですけど、ちょっと食べ応えあるんじゃないですか。じゃあ早速作ってみましょう。目が地獄は先にフライパンで玉ねぎを炒めていきます。飴色になってきたところで OK。 それではまずボウルの中にパン粉を入れて牛乳を注ぎます。こんなもんかな。そしてひき肉と玉ねぎを入れていきます。あ、箸じゃ取りにくいのか。やるかい。ちょっと水っぽくなったらパン粉を追加していきます。炒めた時に使ったこのフライパンで作ると玉ねぎの香りがね入って美味しいんですよ。まあ、好みなんですけど、ちょっとドロッとさせたい方は水溶き片栗粉を入れてください。こんな感じかな。ほんじゃハンバーグ焼いていきます。ハンバーグ、どい、いい感じになってきましたね。一回裏返しましょう。そんでは再びトマトをスライスしていきましょうか。できたかな。あ、いいね。肉汁がもう出まくってんね。というわけでね、じゃあ早速作っていきましょう。結構な量ある。最初チーズかな。あ、いいね。これマヨネーズをちょんと入れて、照り焼きのタレをかけてのせる。うまそう。ででー、すごすぎるでしょこの量。そっちに来ちゃった。これうまそうじゃない。あ、うまい。照り焼きが濃いからうまい。うん、食べた。うん、おいしい。でしょうね、これ肉と肉がこう挟まっている感じ。なんかハンバーグだね。ハンバーガーというよりこれもう完全にハンバーグだね。こういう、うん、手で掴んでや、ね、食べるやつとかあるけど、結局ハンバーグだよあれ。ハンバーガーじゃない、ハンバーグ。すごいな。これはすごいぞ。はい、というわけで食べていきました。美味しかったですね。肉と肉のハンバーグ、もうもはやハンバーガーじゃないっていうね、非常に美味しかったです。で、この中でやっぱ僕がやっぱ一個ちょっと注目してほしいのは、まあ、確かにこのハンバーグ絵面的にも食べ応えがあってすごく美味しそうに見えるなんですけども、今回やっぱ僕の中で一番の発見はこれ、照り焼きのソースうますぎた。皆さんよかったらお試しください。ご視聴ありがとうございました。面白かったら高評価のボタンを押してください。 Twitter、Facebook もやってるので、皆さんよかったら YouTube の方もチャンネル登録お願いします。